新型インフルエンザの影響でマスク着用で声援を送る観客が多く見られた神戸のホームズスタジアム。ヴィッセルとレイソルの試合は序盤から激しい攻防となりました。まずは9分のヴィッセル、スローインからのボールをつないでパク・カンジョのクロスにマルセウ。今シーズン3点目となるヘディングシュートが決まり、ホームのヴィッセルが先制します。リードを許したレイソルも反撃、倉川のクロスから菅沼。さらに20分、大津がドリブルで突破すると最後は李忠成。3連敗中のレイソルが果敢に攻め込みますが、同点ゴールは奪えず前半を終えます。後半開始からもレイソルが攻めます。1分、大津の突破から中央でつないで山根、しかし決められません。すると20分のヴィッセル、ゴールキーパーからのフィードをマルセウが落とし、パク・カンジョ冷静に流し込んでヴィッセルに追加点。レイソルを突き放します。2点を追うレイソルは35分、フリーキックのチャンスにポポ。途中出場のポポが壁の間を抜ける技ありのフリーキックを決め、レイソルが1点差とします。しかし終了間際の44分、パク・カンジョのクロスにババ。ババの J リーグ初ゴールが決まり勝負あり。ヴィッセルはこれで3試合ぶりの勝利。敗れたレイソルはリーグ戦4連敗となりました。